おめぬけムフルは、フランスポワシー出身のサッカー選手。セグンダディビジオン UD ラスパルマス所属。ポジションは MF。ムフルは2013年夏にロスクリールメトロポールから、スタッド・ランスに移籍し、移籍して1年後の2014年1月、ランスとプロ契約を結んだ。2014年11月22日、リーグア,ンのアグックニース戦で、トップチームデビュー。 翌年5月16日には、同リーグのスタッドレンヌ戦で、トップチーム初フル出場を果たした。レンヌで4年を過ごした後、フランス全国選手権に在籍していた、レッドスター FC93 に移籍した。2019年6月17日、エルチェ CF に移籍した。エルチェでの1シーズン目は、リーグ戦18試合に出場し、プリメーラ昇格に貢献したが、 昇格した2020から21シーズンでもリング戦20試合出場と、レギュラーの座はつかめなかった。2021年8月2日、セグンダ・ディビジオンの UD ・ラスパルマスにフリーで移籍し、2年契約を交わした。コンゴ民主共和国出身の両親のもと、フランスで生まれた。2020年10月9日、ブルキナファソ代表との親善試合で、コンゴ民主共和国代表デビュー。 ありがとうございます。